こんにちは、シュです。今回は育成ゲームやっていこうかなと思います。幼稚園に入ってテレビに興味を持ち始めた。何の番組を見せよう。戦隊ヒーローか動物番組。これ戦隊ヒーローなんじゃない、まあ、この子を東大に入れるまでのストーリーらしいね。戦隊ヒーロー、なんで男の子はみんな戦隊ヒーローに憧れる。この子の宇宙原理には抗えず、将来の夢は戦隊ヒーローのグリーンになってしまった。せめてレッドにしてよ。いや、そこは別にグリーンでもいいだろう。なんかグリーンアンチなんだけど、このゲーム。じゃあ動物番組これなのかな。これでいいんですか。動物に興味を持って動物図鑑を読むように。そこからいろんな図鑑を読むのが好きになり、物知り小学生になって。なるほどね、本を読むのは大事と。行こうか。じゃあ次、家でしっかり勉強する。偉い小学生になった。何か習い事をしてみたいだ。何にする。野球かスパルタ塾。これあれじゃない、野球行っちゃうとなんか勉強しなくなったみたいな。だからスパルタ塾行ってこようか。私なんでスパルタ塾が厳しすぎて勉強が嫌いになってしまった。悪い友達と遊ぶようになり完全にグレてしまった。なるほどね、バランスが大事と。じゃあこれ野球ならどういうことになるんだろうね。野球チームに入って運動能力とコミュニケーション能力を手に入れた。運動は脳の活性化にもつながる。成績もみるみる上がっていった。なるほどね、あんまりあれすると良くないと。高校は進学校に、あ、もう高校生だ、私ベイビーだったよね、入学したが、今の成績では東大は厳しそうだ。どちらの家庭教師を選ぶ。伝説の家庭教師、セクシー家庭教師。いや、これセクシーきとなんかそっち、なんか良くないみたいな。多分伝説の家庭教師だね。これらしく長年の経験から言わせてもらうと。なんであれ一個も合ってないんだけど。伝説の家庭教師は明治時代の知識で止まっていた。結果、80浪しても東大には合格できず、生涯を終えてしまう。あ、これ私の顔なのこれ誰の顔かなと思った、この家。私が80浪した時の顔か。やだな。じゃあセクシーは、これはこれで良くない気がするけどね。どうなるんだい。東大合格したらご褒美あげるという一言。先生の仕事はこれだけで成績がニョキニョキアップ。見事ギンギンに東大に。私じゃあすげえあれじゃん、ポテンシャル。あ、もう私受かったんだ。アイドル育成だって。もう東大には行ったんだね。娘は国民的アイドルになりたいそうだ。歌は下手だけどどっちの習い事をさせる。なるほどね、嵐になると。歌かダンス。一個ぐらい当てたいな。でも歌下手なら歌やった方がいいんじゃない。歌は下手だけどダンスは天性の才を持っていた。最悪歌は機械でごまかせる。なるほどね、マイク落としちゃっても音声が流れるみたいな。 M ステで昔マイク落としてもね、歌声聞こえてたらしいね。小学生になった娘のダンスの噂を聞きつけたアイドル事務所の社長がスカウトした。どっちのグループに入れようだって。大人数人気グループ、3人組地下グループか。どうしよう。これ大人数行ったら一見埋もれちゃうみたいなのあると思うんですよね。ただここで埋もれずに出る人がスターになるってことを考えると、これは大人数に行った方がいいね。やったやった、初めて会ってた、やった。国民的グループになるには大人数のグループで人気になるのが近道だ。実力のあるメンバーと競争し成長していった。うわ、これはグループの中で人気になるためにはキャラをつける必要がある。なんでアドバイスしよう。ツンデレキャラ、おバカキャラ。いや、おバカキャラは正直無理があるね。だって頭いいんだもん、多分この子。なんでツンデレキャラだね。いそうでいなかったツンデレキャラを演じ、テレビでも引っ張りだこになってグループでも上位の人気に。これあれじゃない、右の人ハモリハンじゃない、ハモリハン。名前はなんか言っちゃ怒られそうだけど、切ってねえよ、だってハモハンに。なんてやつなんだこいつ。グループで上位になったけど国民的アイドルになるためにはあと一歩足りない。どの仕事を増やす。体当たり企画、大食い。これ分かった、これ確実に分かったね。大食い選ぶじゃん。太ってしまったみたいな、だからダメだったみたいな。だからあえて引っかかってあげようか。これ絶対そう。ほら、うわー、わかりやすいゲームだな。だいぶこのゲームの傾向を読めてきたね。体当たり企画をすることで視聴者からの可愛いという支持を得て人気を得ただって。ヤクザ育成。ヤクザ時期あんま育成。俺はヤクザの組長、孫を次期組長に育てたいと考えている。孫は小学校に入学するか、どんな髪型にさせよう。でも、この人ハゲだからハゲにしちゃえばいいんじゃない？あれ。孫はハゲに喜んだが怖いと恐れられ、友達か一人もできなかった。結果、引きこもりになってしまう。確かに。これあんま適当にやるとよくないね。そうだよね。ハゲはよくない。オールバックは男らしくてかっこいいと学校一の人気者に、生徒会長にもなってカリスマ性を見つけた。なるほどね。みんなついにこのゲームふざけ始めたぞ。ゴリラ育成。いや、しないよ。目の前に黒い物体が置かれていたらそんな気ねえだろ。よく見るとそれはゴリラの赤ちゃんだって。どうしよう。座ってる。私はこのゴリラのお父さんになる。
そうだよね。これで保健所に預けたらもう子供物語終わるもんで。保健所に連れて行ったら俺が怪しまれるかもしれない。なんでやねん。ま、人間の赤ちゃんと変わらないだろう。こうして俺とゴリラの生活が始まった。ゴリ吉。これゴリ吉は今日、なんかそういう友情目立ちたいね。お腹を空かせていたようなので早速バナナをあげようとしたところ食べてくれない。まだ早かったんだろうか。何を食べさせよう。え、雑草？お肉なんじゃない？これはふざけなしで。え、なんでお肉食べないの？ゴリラは草食動物。え、これ本当なの？しかも腸内の機能が発達しているため、異物の肉を取りたんごで病気になってしまう。そうなんだ。ゴリラって、これ本当の情報？葉っぱしか食べないのかな？ゴリラは草食動物だ。特に赤ちゃんの間は柔らかい草を与えるのが正解。みんなもゴリラ拾ったら草あげた方がいいよ。近所の雑草を平らげ、近隣住民から愛されるようになった。よかったじゃん。すくすく育ち立てるようになった。さすがに学校に通わせるわけにはいかない。何をやらせよう。家で勉強、外で運動。でも外だと大ごとになっちゃうんじゃない？だから家で勉強じゃない？さすがにゴリラにお勉強は無理があった。運動できないストレスで病んでしまう。ごめんね、ゴリ吉。そうだよね、ゴリ吉運動したいよね。ごめんね、あっちが間違ってたよ。ゴリ吉。やっぱり動物は外で活動するのが一番。伸び伸びと成長し、野生の生き方も身につけた。野生じゃないけどね。そうだよね。普通ゴリラ育成の前に野球育成が来るんじゃない？これ、私、大谷翔平にしてくるわ、みんな。我が高校野球部に身長210センチの期待のノッポが入部した。どのポジションを育成しよう。やっぱピッチャーだよね。大谷翔平になってほしいね。いやー、これは、いけそう、私。高身長から繰り出される角度のあるボールに期待できそうだ。これ反対の結果見てみようか。身長が高い分ストライクゾーンが広くなって三振ばかりのバッターになってしまった。そうなの？身長高いとストライクゾーンって広くなるの？ノッポはノッポって言い方やめろよ。ノッポはピッチャーとして育成させることにした。まずは何の練習をさせよう。いや、これはピッチングなんじゃない？球拾いじゃなくて。はあ、なんで、高身長を支える足腰の筋肉できていないままピッチングを練習した結果、膝に大怪我をしてしまった。ああ、じゃあ大谷選手もそうやって、球拾いから育ったのかもね。ピッチャーの基本は足腰だ。球拾いすることで高身長を支える強靭な足腰と忍耐力を手に入れた。自身リフォーム。トイレでお尻を拭いていた瞬間だった。突然大きな地震が台所に火をつけっぱなしだったがどう？これはもう消しに行った方がいいね。もうその、すっぽんぽんでも消しに行った方がいいわ。まずは外に避難。火を消しに行くだね。なんで違うの？火を消そうと台所を向かったところ、揺れが強まった。そういうこともあるの？でも外に避難。でも私、セクシーボディじゃないこれ。セクシーボディのまま外に避難していいのかな？家の中は家具などが倒れたが、命があるだけでも、ズボンは履いてったんだ。台所に行くと案の定火が燃え広がっていた。しかも台所の水道が壊れている。どっちをだって。座布団、うちわ。これ、うちわだと多分火力が上がっちゃうんだよね。座布団だね。いや、このゲームの攻略を掴んできたな。飛んで叩いてなんとか消火できた。あと少し遅れていたら家が全焼していただろう。ああ！人を行き着いたところで、男はトイレを流していないことに気づいた。早速レバーを引いて流すとなんと詰まってしまった。やだこれ！自分のだけどやだ！大量の水を流す！大量の水流そう！マジかよ！大量の水を流したところ流れずそのまま溢れ出てしまった。男は溢れ出た水で足を滑らせ汚いものに囲まれながら命を落としたのだった。素手で手を突っ込む？もうどっちにしろバッドエンドじゃん。抵抗はあったが素手を突っ込むことでなんとか詰まった。ごめんね、みんな食事中だったら。行きつけの店。そういうとこ欲しいよね。めっちゃ美味しいけど自分しか知らないみたいな。会社の近くのコンビニに可愛い女性店員がいる。彼女の存在は仕事の癒しになる。おっと、目が合ってしまった。だって、これ何起きる？微笑む。手を振る。いや、手を振るのはさすがに上級者すぎない？ちょ、微笑んでみようか。手振っていいんすか？慣れない笑顔でかなり不気味だったようで、警察を呼ばれてしまった。かわいそう。手を振った方がむずいんじゃない？手を振り返してくれた。どうやら覚えてくれてる。みんなも、コンビニで、手振った方がいいね。まあ、これで捕まったら、あちきに何も言わないでほしいね。お会計をしよう。すぐこの後に重要なプレゼンがある。どっちを選ぶ？混んでる方にでも彼女がいるわ。いや、混んでる方行かしてもらうね、これは。プレゼンより今ある愛を選ぶね。ダメでした。失恋でした。なんでだよ。重要なプレゼンに遅刻しクビになってしまった。引っ越しを余儀なくされ、あのコンビニに行くこともなくなった。なるほど。仕事も両立しないといけないと。まあ、これは空いてる方だよね、普通に。だって大事なプレゼンがある。昇進だって。重要なプレゼンに成功し、幹部に昇進した。幹部ってなんか、ゲームのキャラみたいだな。
帰りにコンビニに来た。すると強盗が彼女が人質に取られてしまった。え？これ、封筒で助けようか。私のボーナス全財産で彼女を助けます。いや、これ無難だよな。幹部昇給のボーナスを失ったが彼女の命を救うことができた。これ実質命の恩人ってポジションだもんね。気になるあの子が感謝とともに名前を聞いてきた。せめてお前だ、名前だけでも、俺の名前は桃蔵さと名乗る。名乗るほどでもないですという。え、どっちにしよう。でも名前が桃蔵なんだよな。いや、桃蔵にする？いや、でも名乗るほどでもないにしようか。いやー、来ました、私。俺が彼女に求めるのは日常のオアシス。客と店員の関係が崩れてはいけないのださ、つって。え、いいのこれでハッピーエンドで。お前いいのか、桃蔵。桃蔵、お前かっこつけすぎ、それは。推しのアイドル来ました。推しのアイドル、ヒカリちゃんの握手会にやってきた。ようやく俺の番。男らしく握手。優しく握手。なにこれ。一緒じゃないのこれ。うわ、これ、アイドルの握手会の方参考になるんじゃない？どっちがいいか。優しくにしようか。お、優しくいいんだ。お、優しいんですね。ひかりちゃんは、名人笑顔でそう言った。嬉しすぎる。反対の結果見てみようか。強く握りすぎてひかりちゃんは骨折してしまった。俺はアイドルを怪我をさせた男として炎上し、路頭に迷うことになった。いや、もうそれはゴリラだよ。さっきのゴリラだよ、拾ってきた。力加減がないだけ。握手会が終了し、俺も、キロへとつこうとした。会場裏の路地を通ると誰かとぶつかって、これヒカリちゃんでしょ。手を差し伸べようか。うーわ、女の、相手の女性がヒカリちゃんのライブグッズを身につけていたことに気づいた。女の子もファンだということで話が盛り上がった。あ、ヒカリちゃんだと思ったわ、普通に。あ、1ヶ月後、今日はヒカリちゃんのライブだ。危うく遅刻してダッシュしていると、そうすると女性の悲鳴が聞こえてくる。助けようか。うわ、これヒカリちゃんとなんかあるパターンだ。空手をやっていたおかげでなんとか助け出すことができた。メガネが割れて素顔が見えたが、この子はもしかして、メガネの正体はヒカリちゃんだった。俺をさせてほしいと言われた。まあ、ライブに出てと言おうか。うわ、超紳士プレイ。なんかこういう妄想してる人いそうだよな。ライブ中ヒカリちゃんは俺に向けて飛びっきりのパフォーマンスをしてくれた。ライブ終後、お礼はもらった連絡先に、最高のライブをありがとうと送った。うわー、彼は男子高校生。俺は男子高校生、仲の良い男友達にいたずらをしようとしてるところだ。大声を出す、艦長。大声を出すはびっくりさせる的な。艦長行こうか。男なら艦長だね。いや、いいね。こいつはいつ見ても女子みたいな反応する可愛いやつ。なんかキモい展開始まったよ、これ。違う、これ。ちょ、反対の結果見てみる？驚いた彼は頭を打って死んでしまった。ああ、なるほどね。体育の授業でサッカーをしている。あいつを止めよう。スライディングすると、またあいつ死んじゃうんじゃない？なんかね。だから体を当ててみようか。いやー、分かってきた、この子のこと。ぶつかった拍子にとても柔らかい食感を。待って、この子女の子じゃね？食感を得た気がした。え、待って。そういうこと？ぶつかった結果膝をすりむいたようだ。保健室まで運ぶだって。ズボンを脱がして洗ってあげる。ちょ、こっち見たい、いる場所がいる。ちょ、見てみようか。ものすごい勢いでビンタされた。これ以降口を聞いてくれなかった男同士。うわ、この子あれじゃん、イケメンパラダイス始まってるね。お姫様抱っこで保健室へ運ぶ。すごく軽い気がした。うわ、何これ、ちょっと堀北真希かわいい。なんだか熱っぽいわね。そう言った先生は服をまくり始めた。これは防ごう。止めて保健室へ出る。うわ、何が待ってるんだ。お前本当は女だろ。俺はそうつぶやいた。バレちゃったか。もう友達じゃいられないね。何言ってんだ。これからもお前は俺の親友だ。俺たちは今まで以上に親密な関係となった。何これ、ちょっとどういう意味ですか。ツンデレいいじゃん。親同士の再婚になり、同じクラスの性格がきつい美少女と一つ屋根の下に暮らすことになった。こっちだって願い下げた。あんたと暮らすなんて最低。あれ、ツンデレだからそういうことじゃないの。大喧嘩に発展だって。これがきっかけで一緒に暮らす話はなくなった。え、俺は嬉しいけどなと言う。ふん。と悪態をつかれたが、顔を赤らめている。意外といいやつ。あ、そっちパターンね。ペットを飼うことになった。どっちを飼いたい。私は不要よ。うわ、犬欲しいんだね。いや、犬、ワンちゃんがいいんだね。いや、わかりやすい、この子。彼女は犬に大喜びだ。素直じゃないやつだ。夜にホラー映画を一緒に見た後のこと、彼女はこう言ってきた。怖いなら一緒に寝てあげてもいいわよ。怖いから一緒に寝てね、という。